ありがとうございます。今日なんですけれども、カーストボム入りの怪し生姜ポンを使っていこうかなと思います。この構築は先日のリミットレスの大会で優勝された構築となっております。アタッカーとしては、まず、オーガポン緑のメイン EX、特性緑の前で、トヨタからエネルギーをつけられて、万葉シグレで攻撃していくと。さらには、怪し渋い、特性フロンティアロードで、ベンチからバトル場に出た時、バロンエネルギーを好きなだけこのポケモンに付け替えて、バリアラッシュがダメージを出せると。これで、主戦ポケモンも含めて、カーストボムライン以外のポケモンが全て、サイドが2枚取られる EX や V ポケモンであるということで、サマヤルやヨノマールのカーストボムが、気絶のデメリットがほぼなしで使うことができるというふうなことですね。というわけで、最初に行ってみましょう。9大点。好きではないけど、まあ、こんぐらい、1枚ってさ、まあ、1回しか使わないから、あとま、本当に欲しい。だから、黒馬もさ、博士1枚入るじゃん。あれと同じだよ。まあ、博士1枚、俺は入れないけど、まあ、博士1枚だったら許すから、黒馬の。まあ、そんなもん、そんなもん。ロボットだよ、オーリン。待てよ、だから、ストーリー、なんか、ちゃんと覚えてないな。え、でもさ、すごくない？古代未来をどうやって繋ぐかさ、普通はさ、あれじゃん。普通のストーリーは、まあ、海洋がグラードン、なんか、アクアダン、マグマランだったり、剣盾は、ザマゼンターとザシアン。まあ、ポケモンじゃん。でも未来と古代ってどうやって繋ぐんだと思ったんだよ。世界線というか、その、ストーリーとしてね。まさかのタイムマシンで、未来と古代をさ、まあ、未来と過去か。いや、ほんと感動したね。感動したというか、うん、今回のシナリオ考えた人はシナリオライターすごいわ。ほんまに。ほんまにすごいと思った。博士4、博士4は無理だな。いやー、サナはね、どうしますか？まあ、月光が出てくるわけもなくて、これちょっと、ミミキ強えな。プライムなし。久しぶりにエースペック見たな。DLC 全部やると生きてた頃の博士に会える。マジ？じゃあやろうかな。あ、これダメかんか。あ、ダメかんじゃん。あ、そうだそうだ。ありがとうありがとう。危ない危ない。危なかった。本当に怪しいかな、これ。オリコリオ説ない？怪しい最後の最後でいいからこっちやな。まあ、まだ出さないけど、一応次ボスの可能性あるから。博士型のハピーマシラ使いませんか。まあ、ちょ、結果残したらそれ使うわ。今勝ってたどっかでハピーマシラ。大会で。いや、アータゾン悪くないぞ。読まれてるから。レシピ画像は、Twitter にあります。フォローしてください。よろしくお願いします。カビゴン使ってないけど完全にルギアタイミング切ってる。いや、切らん方がいいぞ。信用心で4枚入れれば、4割弱ぐらいはあるから、4割弱言い過ぎか。4割強。4割5分か。いや、4割5分はいかないか。4割は超えるから、いや、ルギアは切りたくないなぁ。せっかくだから。でもね、完全に、ほんと信用心でがそれ以外にまあ弱くて、正直ね、ルギア以外にまあ弱くて、全然切る選択肢はあると思う。マジで。全然切ってもいい。まあ、信用心でなかったら正直ほぼ勝てんけど、まあ、なくはないしな、一応切って、まあ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 。0% ではないから、信用信念0でも。まあ、2割ぐらいはあるかな。1割、1.5 割、2割ぐらいはあると思うから。ネスト引く。まあ、一旦前、進化されなかったのはありがたみは深いけど、こうやって。だから今の日本環境の、違う、日本環境の結果はどうでもいいねんな。ペパーから打った方がいいんかな。オーガポンは出すねんけど、とりあえず。オーガポン出して、ペパーで持ってきたいのが、石はまだ張らない。チャームもまだいらない。いや、現状ちょっとなんともいないから、とりあえずつけてドローしてみるか。オーガポンあんま見んけど強くね。まあ、弱くはないけど、入るだけ少なくね。トーエネルギー要求がきついで、やっぱり。これは器かな。たくさんドローしたいお年頃なんだよね、今ね。まあ、敗北切っていいかどうかって話もあるんだけど、単価もっときてえな。じゃ、ある？器。一応あるか。一旦ワンドローしてもいいか。ワンドローしてみてもいい。器はあるから。ペッパー。これ進化しても倒せないんだよな。50だから。だから、相手がでかくしてきた瞬間に倒すとかがあるから、ペッパーはいる。いやー、敗北でいいんかな、これ。なんか後で引くやろ。このチャームの張りどころがわからんな。チャームの張りどころ。まあ、どっち張っても変わらんのやったら、ここはま、多分次進化したいから、まあ、一旦待ってみてもいいか。よくしょ。で、緑の目マジ強えべ。まあ、今一番高いっしょ、この段で。当時はドラパが一番高かったけど、今多分こいつでしょ。まあ、でもね、世界大会はね、カビゴンがね、かなり勝つと思うんだよ。ティアは少ないけど、まあ、ティアは3ぐらいではあるけど、多分カビゴンが相当勝つから、立ち位置がかなりいいから、ルギア以外に。まあ、リザはようわからんけど、前よりはリザの方が、リザの方がというか、まあ、リザの方がワンチャン出るようになったよね。前までもう本当に無理だったけど、カビゴン対リザは、リザ側が。まあ、サマよりヨノワールがあるから、なんで緑オガポンで最初評価されてなかった。まあ、あれはね、期間が短すぎたよ。CL 札幌まで。だから一番オーガポン使われてる気がさ、ライコポンもね、いたはずなのにいなかったし、誰も。ライコポンもいなかったし、まあ、ドラゴンもいなかったし、まあ、ちょっとね、だから、今そのデッキを作る人が少ないからさ、既存のデッキで勝とうと思ったら、でも既存のデッキで勝とうと思った割にはドラパ多かったよね。あれようわからんけど。いやー、ボスかプライム、プライムないんだよな。いや、ボス打ちてえな。まあ、雨サマヨルとかでもかなんだけど、雨サマヨルキリリア倒しとかは全然あり。違う。シャッフルした方がいいっけ、これ。ん？アンフェだったっけ？あれ、なんじゃもじゃなかったっけ？アンフェだったか？ごめんごめん。なんじゃもじゃねえわ。当たり前か。ハンド少なすぎるわ。いや、どうしよっかな。プライムライのこれかなりシャバいな、マジで。クソシャバい。プライムがサイルじゃなかったらな、やりようがあるんだけど。いや、これちょっとむずいな。入れ替えカード使っていいかな。縛られる場面があんまりないから、ドローしてボスが一番嬉しいんだよな。ボスこれ何枚だっけ？ 2 枚。最悪前にチャームは貼るんだけど、おそらく。
おそらくね。どうしよう。まあ、そんな甘く、いや、まだある、まだある。まだあるよ。まだあるよ。まだわかんないよ。答えがわからない。まあ、ここは確定なんだけど。ハイボ、アメ。まあ、ネストかな、まあ、ハイボの方が一応、ネオラント使えるか。まあ、アンパイ、ハイボにするか。ハイボさっき切ったんですけど。まあ、一応、ムンキープラス、サナで倒されたくないから、前でかくしたくて。で、ちょっとハイボ打てなくなっちゃうから、バキュームは。いや、打ちたいけどな、バキュームこれ。いや、でもネオラントに石も張りたいから、このまま行くか。まあ、こんなもんか。まあまあ、出る方か。なんか CL 札幌ってあれさ、診断出て1ヶ月もなかったもんね、確かね。2週間ぐらいもなかったもんね。ちょっとやっぱ短すぎたね。今やったら絶対ドラパってティア2だから、ティア、30%、ドラパ 30% ってやばいよ、あの大会。ほんまに。CL 札幌。1週間ぐらいだよ、そうだよな。グランプリサードぐらいだよな、デュエマで言うところの。グランプリサードは、カードが出た、次の日か、次の日にグランプリだったから。コッコルピア、バルキリールピア、ミラダンテしてたわ。ミライドン、ミラダンテか、そうそう、ミラダンテ。で、あの時に、めっちゃ勝ったのがあれよね。なんだっけ。パタさんのチームのジョバンニスコールか。ジョバンニスコール。ミラダンテがすげえ、マダカ族がなかったデッキだから、マジで強かったね、ジョバンニスコールね。ほんまに一強だった。一強では、まあ、結局トップ8には入ってないけど、確か。予選抜けた人数は一番多かったのは、確かジョバンニスコールなんじゃないかな。ああいうのいいよね。今までなかった、しかも別に新パックで強くなったわけでもないんだよ。それが、環境というか、まあ、なんだろう、まあ、環境に合ってるのもあるし、急に台頭するっていう。あれ、面白かったな、ジョバンニスコールな。ポケモンカードじゃなかなかないもんね。存在は、カードプールで存在はしたけど、誰も使ってなかったみたいなデッキ。CL 東京も楽園ドラゴーナからかなり近い。楽園ドラゴーナってさ、いいよね、パック名。パック名可愛いよな。トロピカーナみてえで。いいわ。さて、これはここ倒せますね。さすがに違う、ムンキここか。どうしようかな。やられる側はもうなそう。だからね、やる側に回れ。やられたくないんだったら。ドラゴーナいつもありがとう。テコーラじゃねえんだよ、お前。え、オリオティスとオリジャって、あのパックだったっけ？あ、じゃあ強化か。もしかして。ミラダンテのパック。今、オリジャちょっと使われてるもんね、確かに。じゃあこれは、ちょっと強いか。ちょっとばっかし。アイオの打ちたくて、石張れねえ。石張れないな。こうではあるねんけど。あ、お、ついよ、マジか、最高？もう石いらなくね、これ。アイオの子に引きたいもんな。逆か。ごめん。爆発してからアイオの打つべきか。それはそうだな。じゃあ、まあ、合ってるっちゃ合ってるか。ハンド少なくしたいもんな、できるだけ。少なくしたいから。これであと3枚か。いや、あと2枚か。だから最後サーナイト倒せば勝てるから、最後、アヤピッピを倒せれば一応、勝ちではある。だから、320でしょ ?8 枚要求か、エネルギー。ちょっときついな、8枚要求は。ヘビーボー、なんかあったっけ？あ、アヤピッピがあるわ。アヤピッピは、まだ、しますか？カウキャ撃たれて、まあ、ここ倒される方がきついから出しといて、アイオの撃って、いや、アイオのバリュー上がってんの偉い、サマヨルめちゃくちゃ偉い。いいね。なるほど。そういう感じね。出したいもんは、ミユがもうない、怪しシーはある、ネオランド、ガチグマぐらいか。ガチグマぐらい。これ次さ、ヨノワールプラスガチグマでいける。あ、違う、ヨノワール切ったか。じゃあダメか。まあ、貼っといて、迷うな。まあ、これでいいと、まあ、一回こうやって、様子見するか。エネルギーは1枚しかない。ちょっと弱いな。まあ待つか。こんなんで。ドキシ。え、ナッシーってドラゴンじゃない？ドラゴンでしょあれ。アロラナッシーでしょ。でも、いやー、アロラナッシーあれドラゴンに入らんくね？運ゲーすぎない？まあ、でもねー、やっぱねー、ドラゴンが出るたびにさ、強くなりうるから怖いんだよな、ほんまに。ほんまに怖い。ドラゴとかいうカード。あれだよな、だから、緊急最短をさ、今回禁止にしたのもさ、まあ、そんなに緊急最短のループは、ティア上位じゃなかったし、そんな勝ってもなかったけど、まあ、これから出るカードによってはもう、毎回強くなりうる可能性が残っちゃうのが良くないんだよな。そうそうそう。それが多分、ドラゴなんだよね。ほんまに怖いわ。そう、気絶最上種だけだからさ、150出してもしゃあなくね？弱いでしょ。150は。いくらなんでも。ライコに強くなるのは評価高い。なるほどね。1位あるな。まあ、だったらまあ、かかりざで頑張ればよくねという話はあるけど。エネルギー足りてますこれ。足りてそうだけどな。ムンキ使っても足りないから。え、チャームある？チャームあったらちょっと話変わってくるな。さすがに。アーテルゴルギーニも言える。そう。まあ、アーテルゴルギーニはなんで禁止しなかったんだろうな。してもよかったけどね。まあ、でもさすがに早い。ジャガイストも1年ぐらいか。どっちも早いか。俺は勝ったかな？270でしょ。1、2、3、4、5、6、7だから、280の、あともう1枚で勝ちだから、ドローしようたくさん。足りてないのが怖いから一応最後までやるか。こうやって博士あるよね。絶対足りると思うけどまだちゃんとやるっていういやでもサマヨル強かったなマジで。いやサマヨルが強かった普通に。まあ言うて公開制の大会もね、デッキリストがさ、視聴者に分かるわけではないから、別に面白くはあるんだけど、今当たりました。お前かい。曲がったね、マジでね。なんかゆっくりだなって思ったんだよな。そういうことか。ミミッキと、まあミミッキオガポンとか使ってるやついたしな、なんならな。高校ドラデッキ多いね。そんなもんだっけ？そんな高校環境今。
ライコポンがさ、まあ、高校なんかな、さすがにプライムキャッチャーまで入ったら、とは思う。まあ、リザードンとかにね、高校と、あ、先行取らせて、事故らせるのもまた、あるから、ネオアッパか、ピジョかな、ピジョドラッパ。ピジョドラッパか。で、高校なんだ、ピジョ型って。おー、面白いな。ミユがドラパの技使えるぐらいはありますけど、まあ、一旦オーガポンで、サイド確認しよう。みんな頑張って、確認しておると一緒に。1、2、3、4、5、6、7、8、9。何かがない。オリコリオがない。サポは、アイオの、違う、アイオのあるわ。ペパーか。オリコリオ、ペパー、ボス、オリコリオじゃない、まあまあいいか。オリコリオって初期基本のところ。オリコリオ、ペパー、ボス、ハイボ、エネルギーで、提出します。次ボス打ちたいけど、まあ、ペパープライムができるから。まあでもね、ピジョ、ポッポから倒すか、ドロンチから倒すか、まあその時の気分次第ではあるな。答え合わせ。ヘビボ打てってこと？これでいいのかな？次のドロー見たいしね。アイオロだったらまあもう一枚器あるし、石は張れないけど、なしじゃないな。終わり。意外とペパー引かないとって言おうと思ったら、まあ引いてるよね。そりゃそうだよね。わかるわかる。で、ゴテ取るってことはエボ型じゃん。じゃないんかな？というわけでもないか、別に。高校で普通に安定感増してるだけの可能性もあるから。まあ、わかるな、ちょっとな。ヨノワール、ちなみにヨノワール一回も使ったことないって話していい？一回使ったっけ？リザードンで。あ、使ったわ。全然使ったわ。ヨノワール。あー、そっちか。あれね。LDF がよく使ってるやつね。好んで。LDF これ好きなんだよね。リザドラパー、ネオアッパー入り。めちゃくちゃ使ってる。なぜかわかんないけど。詳しくはないけどね。これヨノワールでサイドずらしてさまよるか。ミュウでリザ倒せるし、オーガポンでも倒せるし、まあいい感じだと思う。これおそらく、まあ次でオーガポン殴っちゃうとリザからワンパンなんだよな。これ難しいな。でダブタのマイナス20未だに忘れるわ。こんだけスタンダードやっててやばいよね。未だに忘れる。もうダブル無職って一生出ないんかな。そんな気もするよね。多分石からポフィンでしょ。エボではないと思う。入ってないと思うな、エボ。てか、ま、石持ってきたあたり多分ないでしょ。まあ、エネルギーがない可能性もあるけど。すぐり、弱いな。マジか。そういう感じ？いやー、それはちょっと予想外ですね。だから石は持っときたいって話か。ポッポ倒すんかな、まあ、一旦ドローしよう。まあ、ペパーは撃つね。十中八九。そうじゃない。違う、そうじゃない。ペパー弱えな、これ。めちゃくちゃ弱くない？なんでダブルターボなん引くカード。いや、微妙すぎるんごね。もう一枚オーガポン出したかったからさ、これちょっときついな。リザードンは進化されて倒されます。倒さない、いや、ここ倒さないとな、めんどくさいんだよな、ゲームが。あ、クアリターン、笑いすぎてました。弱い。待って、チャーム貼ったら耐えるか。耐えるな。ごめん、チャーム貼るか。チャーム強。チャームしか勝たんない、やっぱりな。切るカードは、怪しでリザ耐える。まあ、それもあり。まあ、バキュームケアするんだったら怪ししだけど、どうだろうな。それもちょっとあるか。怪しだったらそうか。石腫れて、うんぬんかんぬんできんのか。後続の動きがあんのか、ワンチャン。いや、ありだな。怪しにするか。何枚付け替え要求、これ。わからない。まあ、地下8入ってたら、ちょっとそれは切れ散らかすか、一旦切れ散らかそう。とりあえずね、切れ散らかしてもいい。で、これ、石何持ってくるん？これ、石何持ってくるんってか、博士だろ、これ。まあ、だから、まあ、ここに1枚貼って、草張り替えて、まあ、一応やるか。こうやって。いや、アイオノから進化できるとは思いづらいんだよね、さすがに。あ、負けん気があるか。そう、負けん気があるね。そうだね。まあ、さすがになんか持ってくるか。使いましょう。ドロスなくなったら終わるんで。で、サマヨル残しときたい気もするんだけど、どう思う？スーエネが1枚しかない。まあ、博士でいいか。博士にしよう。無理。まあ、ダブターね、貼っときたいからね。リザードン最後倒せるから。ごめん、リザードン倒せねえわ。お前330無理やん。ダブターやと。忘れてたわ。まあ、いいか。ごめんな、時間使っちゃって。お前は悪くない。俺が悪いんだ。これトップさ、なんだろう、嫌なカード。まあ、特にないか、別に。ダブタもないし。まあ、サマヨルとか引いちゃったらちょっとキモいけど。サマヨル以外やったらまあ、なんでもいいかな。まあ、負けん気だよね。雨オンリー？まあ、そう、枠がないんか。ワンチャン石だけ？いや、石だけなことはないと思うけどな。石とデボかな。ドラパだし。マジで枠ないんだよね。死ぬほど。このデッキ。驚くほど枠がなくて、当たり前なんだけど。ドラパも入ってるから。はいよの？ああ、まあ、ハンドにあるんだね。オッケー。まあ、これはリザが相当強いんで、ああ、まあまあ、いい感じじゃない？いい感じだと思うけど。今来た産業。サマヨール入り、オーガポンが強い。2行だったわ。ごめん。産業じゃなかった。ネオランド引いちゃう。ワンドロー見てもいいか。一応残す可能性あるのこっちか。いらないカード切って、まあなんかオーガポンかそこら辺を出していく。男。はいはいはい。こっちかな。てか、オリコリオか。ごめん、オリコリオではない。お、オリコリオないんか。そうかそうかそうか。そうだったわ。まあ、現状まだヨノマルいらないから、エネルギー1枚さえ引けば OK だもんね。だからこれで2ドローして、どんどん引いちゃおう。はい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 。雨は、まあ消えたけど、まあサマヨルもないんで、ヨノマルかないんで。出すこれ。出したいのがサマヨルとオリコリオがなくて、ガチ、怪しも、まあ出していいかこれ。たくさん引いちゃおう。まあこれでエネルギー引かないことはないでしょ、さすがに。まあまあさすがにね。今フラグだったわ。怖い怖い。まあ手張り分は残しておかないといけないから1枚貼って、まあこれはこうですね。で、背後で持ってきてカードが、まあヨマワル出すぐらいかな。
夜回り出すぐらい。全然アーバン使いたいから、アイアンも持っときたいから、これいる？これでいいか。こうやって、夜回り出しといて、もういいんじゃない？いいんじゃない？いや、オーガポン強え。最強か？いいダメージ出ますね。対リザードンのオーガポンは。面白えぜ。面白えやつだぜ。まあ、雨がないから次のターンリーサルはないけど、残念ながら。まあまあ、でも、デモじゃね？多分。デモだと思う。ポフィン、うん。一応、ネオラント倒して、リザードンが殴ってきたら、最後、あれもあるから、その、弾より爆発して、ミュウもあるんだよね。ってことは、前倒すでいいのかな、多分。ミュウがあるから。プライム引いた。何が一番勝ちやすいかな、これ。120。2枚貼って倒せるけど、エネルギー引く確証がない。あー、ポッポあるじゃんってか。あ、ポッポあるやん。ほんまや。いや、ドローからでもいいかな。え、なんでもポッポ出した？それ怪しいぞ、さすがに。しかも、なんで50なん？ 60 にしろや、お前。俺は舐めてるって、お前。舐めプやめな。舐めプはやめな君。60だと思った。ああ、勝ってるわ。勝ち確だわ。あったわ、撃つわ。あれ？どこに撃つわあった？いや、さすがに60だよ、今の環境は。さまよる。まあ、わからんでもないけどね。でもね、いやね、でもそんなにさまよる入らんもんね。リザぐらいしか。わかるっちゃわかるけど、高校取るしね。まあ、高校取るから50なんかな。でも、11だね。多分、11で、ポッポ、ああ、11だ。ああ、じゃあまあ、合ってるというか、まあ、仕方ないね。それに関しては。そんなもんだわ。疲れ様、サダバサ。いいデッキでござるね。非常に。綺麗なリーサルや。よし。まあね、ポッパー出さない方がいいと思うぞ。50だったらね。いや、さまよる。美しい、マジで。良すぎるな、このカード。きらめく結晶入れて、いい感じになればいい。多分ね、割かし戦えると思うよ。デボは入れんとリザに勝てんから、問題はライコポンが重い。どっちにしろ。ドラゴーも多分重い。まあ、でもドラゴーはこの上で3枚取らせておけば勝てるんだけど、理論上は。理論上はね。理論値はそう。この前回したやつと勝てない。それは、デッキが弱い。デッキが弱いんだったら、あれと変わってないから、そんなに。勝てないわ。エースペック結晶怪しい。うん、じゃあ、終わりだ。じゃあ終わり。あ、そう、トモックボックスも勝ってたね。キッチ SAR かっこよくない？みんなが、SAR 使ってんのよ。配られたから。同じやつ使いたくないじゃん。嫌じゃない？みんなと同じパンツ履きたくねえじゃん。いや、あれね。オッケーオッケー。弱いなぁ。裏殴るか。ドラゴドライコが出ないの持ってく自信ない。ドラゴ、まあ無理だね。じゃあ無理だ。ドライコが重いんだよな。SR はキモくない？ダブルアルが、え？エボーゴールデンゴー面白。初めて見たそれ。確かに、理論上はあり得るか。強えな。ライコボン無理すぎる。ライコボンは、マジレスすると、あれ入れれば勝てるよ。なんだっけ。ゲノセクトを入れれば勝てる。ゲノセクトで月光花がイケリンコ縛れば勝ちだから、プライムがどこにあっても打てないからさ。うん。それだけで勝って、あ、ごめん、入れ替えカードあったわ。ダメだ。入れ替えカードめちゃくちゃ入ってるわ、あれ。じゃあダメだ。終わりです。ねえ、これ、ベンチだけ？あ、どこでもいけるか。じゃあいけるわ。いや、キッチンの技は前使ったよ。リザードンで。リザで一回使ったことあり。サイド落ちはもう確認しません。確認しない？いやー、するか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オーガポンが1枚かな？オーガポンが1枚、怪ししが1枚、ペパーが1枚、エネルギーが1枚、ダブタが、あ、ダブタはあるわ。以上でーす。私からは以上です。みんな俺のサイド落ち確認してね。覚えてね。メモっといて、コメント欄に。まあ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 。これ、裏なわけないか。ないか。ああ、だ、そっか、3、あ、80になるか。びっくりした。怪しいし、なるほど。ポケ、あー、すげえデッキやな。ポケストップペパー。そう、アルフの石板使って連射してよ、久しぶりに。もう1年ぐらい当たり前か。王がなくなってから連射してないから。タウンマップは連射しなくていいしな。まあ、そもそも使えないけど。まあ、今、日本のおすすめは、ピジョコンが弱いんだったらないわ。ない。ないです。いざでも使ってください。おとなしくね。ねえ、そっか、それ入んのか、クソ強えじゃん。おいおいおい、最強か？キチギリ最強かいな。あんま事故って負けはない。意外となんだかんだオーガポンが事故を軽減してくれるから、そんなクソ事故で負けることはないけど。ね、ドラゴとやりてえのになんでさ、サーフごと2連でやらんといかんの？なんだっけ、あ、でもあれだわ。環境変わってない。リミットレスの環境が、トワイライトマスカレードから止まってる。早く、次、この環境の分布出してほしいな。多分ドラゴが一番多いはずなんだよな。非常にリザイリはあり。リザイ X ってこと？ありじゃね？枠やべえけど。自己に結晶入れるのはワンチャンドラパ入れてもいい？あありか？わからんけど。超エネルギー要求だよね。なんだっけ。ミミッキも超エネルギー使えるし、リキキリンも超エネルギー対応だから、リキキリンありなんじゃないかな、ワンチャン。まあ、出すのむずいけどね。ピジョコンのリキキリンは。まあ、ネジキやればいけるけど。プライムボスとか、ポケモンキャッチャーボスで、もう一回前だ、あ、違う。それはオンバーンか。あ、リキキリンだったらいけるわ、ごめん。リキキリンだったら何でもいいわ。やっぱリキキリンじゃね？リキキリンとドラバ共有の。あ、耐えた。マジか。耐えたけど。ポケストップ打ちとうないなぁ。まあ、打つか。わからん。ワンチャン打たない。ワンチャンス。打つか。ネスト。ね、まあまあじゃん。まあまあか。
何なすねん。キチギリス行っちゃって単価使えるけど、怪ししに石は貼っといていい。あやな飛んでこないか。飛んでこねえならネストでいいんだけど。ネスト緊急ボード。ここ倒して、260が210になると、怪ししにエネルギーをたくさんつけて倒せます。サイドもずらしていい感じ。嬉しみ。嬉しみが深い。嬉しみ深すぎドラゴン。これ地味にお前強えな。いや、ヨマール出したいけどな。器がこんだけあって、オーガポン2面出さないのさすがにもったいないんだよな。そう、相当もったいないから。くそもったいないドラゴンにはなってる。もう1枚器使うべき。一応6サーンじゃなくてアイオのケアするか。ヘビボでもいいけど。どう？まあ、22にするか、エネルギーは。1個に1個2にして。アイオの、まあまあまあ、今打てない。こうやって、ヨマール出しとくのかな。まあ、後でもいいもんな、これ。後でも行くと。相手もキチギリス倒したいから、怪し倒されたら、こいつ残って嬉しいから、これで行くか。え、強え、こいつの技、めちゃくちゃ強え。最強か？え、これ、サイドレス勝ってるもんな。1122でいいから。え、いい感じすぎないこれ。めちゃくちゃ強え、こいつ。やるな、お前。お前やるじゃん。いい技持ってんね。え、1122終わ、終わりよ。余裕じゃん。地味に強かったな、ポケストップな。器リップバーさんマジで欲しい。まあそれ言ったら全部そうでしょ。全部欲しいわ。今はポフィに使える敵多いから、ライコボンとかビップあったらやばかったんかな、もしかして。ハイボ抜きビップ4とかでさ、めちゃくちゃ安定感上がってえぐかった可能性あるよな。で今確実にビップ欲しいのがさ、本当にライコボンとこれぐらいっしょ。だからそのヒエクの HP80 以上のデッキがたくさん入ってるデッキ、欲しいね。あ、まあ、たられば言ってもしゃあないんですけど、強っ。まあでも6サーヌ打てないから、アイオのあってアイオので、オリコリオの技1回もないね。あ、ドラゴ強え。待って、ドラゴやばいかも。ドラゴのビップはダメだわ。まあエクだとね、ビップ入んないんですけど、全然。なんでだって手張り2回でいいからさ。手張り2回してタイムレス GX 打つさんにヤブクロン1枚出せばいいから、ビップなんていらないんだよね。もともとはビップ入ってる公式だったけど、一番最初のドラゴというデッキを世に知らしめた時は。あ、強っ。怪しし？へえ、そうなんだ。まあオリコリオ残ってるし、怪しし2枚あるから、これ別に問題ないんだよね。全然問題ない。ありがたいまである。なんならありがとうではあるけど、まあでもね、石使っておきたくはあったな、正直な。まあそれはそう。まあ確定3ドロー。いや、アミラねえから使うか。ガチグマ微妙に強いな、これ。まだ出さないけど、ガボンいる、これ。アメワンチャン使うもんな。残しときたいな。いらねえか、アメ。クサクサオリコリオ、すげえデッキだ、マジで気持ちいい。一回つけるか。いや、待って、ポケストップかな。ポケストップ落ちちゃいけないカードちょっとだけあるけど。アネスト偉。怪しいし、6サーヌがうざいから、ヨマール倒された場合はサイドレースに余裕があって、次2枚取りでいいから、これはアイオの打って倒さない。あるな、アイオの打って倒さない。うん、あるある、全然ある全然ある。オリコリも使えずにポケストップだけは張り替えたいけど。なので怪しいしで倒せるラインにはせんといかんから、違う、ん、難しいな。待って、難しい。ダブルターボ付け替えて220でいいんだよね。220だから5枚要求か。5枚要求で1回ぶん殴って、次サマヨルか、まあ、アメヨノワールで倒して、裏が出てきたらそれで OK。 おっと、これ美しいか、これは美しいか。相当一回つけるか。よっこらせ。ネストエラー。敗北切るとこなかったんだよな。嬉しいな。怪しいし、ミュウ出すかオーガポン出すかだけど、さすがにミュウかな。オーガポン出してエネルギー張りたい気もするけどね。前田の6サーヌ打てないでしょ。ミュウ多分引けないよね、これね。ガポンドローでこれ手張りしなくていいか、ワンチャン。ワンチャン上からあれ引くしな。問題は次のターン引けない可能性があるんだよな、サマヤローな。そう、それはあるけど。まあミュウにしとくか、さすがに。ボス欲しい。切るとこねえわ。いいか、アイオンで。で、サマヤローだけ下行ったから、これポケストップっていいな。落ちたらいけないカードがあんまりない。そう、一応、何をしても割と大丈夫な気はする。打ちましょう。まあ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 、そんなもんじゃね。で、こうやって、4枚だよね。じゃあ、5枚か。1、2、3、4。まあ、2、2で分けるか。これで殴って、美しすぎません？これ。ガチで美しい。だってこれなんなら相手、スーパーエネルギー回収あっても倒せないもんね。いや、美しすぎる。まあ、ポケストップからさすがに行かれると思うけど。まあ、裏出るか。裏出たらね、話変わるんだよね、これね。プライムがボス要求だから。でもネオラントあるから、ネオラントも一応あるんで、これ。サマヨルネオラントで勝ちでしょ。オリコリオのドロー次第ではあるか。ボスが下行った、サマヨルも下にある、単価はポケストップから見るのもありか。プライム引く可能性もあるから、もう倒してみろよ、お前、ヨマール。まあ、さすがに行かれるか。すげえな、お前、ドロー枚数。行かれてんじゃん。無限ドローじゃん。だから、これ順番むずいな。順番めっちゃむずい。あ、ごめん、最後これ。あ、ごめん、違うか。最後倒すポケモンがいねえわよ。よく考えたら。あ、最後これ怪しい必要なんじゃん。忘れてた。これ最後怪しい必要なんじゃん。そうか、そうか、そうか、ごめん。倒せると思った、オーガポンで。こいつ、倒せねえわ。でかすぎるわ。あ、じゃあこれ、一点集中の方が良かったか。ワンチャン倒せるもんね。エネルギーが。そう、ミュウ付け替え、数 N もある、一応。そう、それもある。付け替え1枚切ってる。あー、これちょっと順番ミスったな、じゃあ。単価しかない。だから、ミーのドローから見るのもありだけど、山シャッフルしたくなくて、サマヨロ絶対にポケストップから打つか。うん、ありだな。
あ、ガチグマでいいんか。そうか、ガチグマ手割りでもいいんか。ガチグマって下に行ったよね、確かね。アイオネで下に行ったよね、自分のアイオネで。下に行ってるね。ここポケストップからか。さっき山見てないもんね、俺な。アイオネ後。見たっけ？見てないよね。ストップから。いや、マジ？マジか。そういうこともあります。そう、そっちじゃねえよ。いや、シャッフルした方がいいんかな。しない方がいいはずだよな。オッケーだね、勝ってるね。いや、1枚足りないか、これ。1枚足りねえか。1枚足りねえか。アメか、アメかさまよるか、ガチグマか、アメさまよるガチグマ、ハイボー、アメさまよるガチグマ、ハイボー、ペパー。いやー、これシャッフルした方がいいんかな。やべ、わかんねえ。ちょっと待って、わかんねえわ。あ、足りてるこれ。足りてるっけ、足りなくね。まあ、勝ったけど。え、これ、世の回る進化できるから、足りてなくなかった。まあ、勝ったからいいか。足りてはないよね、そうでも。シャッフルした方が良かった気もするな。まあ、勝ったからいいや。勝ったから何でも OK です。雨切ってる？ほんまや。ほんまですね。まあでも美しいんじゃない？勝ち方としては相当。相当美しいわ。このポケストップがキモかったな。かなりな。かなりキモかった。このサマヨールで、違う、この2枚取りでなんか引く可能性もあったから、多分ね。まあ今から何引くかをご開帳するんですけれども。いや、美しい、マジで。あ、なかったわ。危ねえ。単価引いてよかった。これ。ウィー。いいね。最高だ。気持ちいい、この勝ち方。